スタートしました左エンドが日本左サイドにあれロングボール使ったなあれロングボール使ったなポゼッションするんじゃないのか俺 <laughs> あれロングボールだったな今 <laughs> ロングボール警察ああちゃんとポゼッションしてるなやっぱロングボール美しくないからね この体開いて右利きの選手が左で持った時の斜めの走り込みね。ちょっと見たいけどね。でもそれはちょっとロングボールになっちゃうかもしんないからな。考え方として。そう、ロングボール一般選手だけど、意味嫌われるじゃん、なぜか。ロングボールなんて、つって。縦ンじゃん、つって。だからできるだけね、僕は日本にはもうポゼッションが根付き続けてほしいんですけど、ね、僕自分が監督やってるんで、繋いでくれるとよっしゃーって思いますから、基本。 ちゃんと配置整えてボールの動かし方考えてなんてできるチームないからつないでくれるともうええ時期になるからね多分僕ら去年からつないでくるチームに負けたことないですよね社王そのぐらいつないでくる方が楽だから日本からポゼッションなくならないとほしいんですよロングボールダサいよねってなっててくれる方が都合いいからただ J リーグで今強いチームねとか戦績良くなってるチームって鹿島とかそうだけど強い日ってあのポゼッションに固執してないですよね あのロングボールってね、あの、出し先でね、ボール拾ったりとか、競り合いとか戦わなきゃいけないから、楽しくサッカーやる上ではしんどいんだよね。ガチじゃんってなるから。とか、ロングスローとかもそうじゃん。競り合わなきゃいけないじゃん。だから、あの、どのチームから言うと、言うと可哀想だか言わないけど、大量得点で僕ら勝ってる試合とかでも相手が、高校サッカーかよって馬鹿にしてくるときあるもんね。ロングスロー使ってたり、ロングボール使ってると。でも、結果6-0-7-0で勝ってるみたいな。こっちがね。 そうでもみんなさサッカー90分見たりしないしさすごいポジションだってこう X とかでさ動画でつぶやかれる時ってさ大体そのチームってたまたまそこだけそうなってるだけでそこのサポーターさんはさいや普段こんなふうになんないんだけどなみたいなよく言ってるじゃんそのぐらいみんなイメージだから,ねだからちゃんといろいろ仕込んだらポジションも勝てるようになるというかでもいろいろ仕込んだ上でも結局ねポジショニングよくすることって あの正解を選ぶというかプレーが間違いにならないようにする能力ででもその先の間違ったことでも正解する能力だから変なとこパスけちゃったとしてもそこを失わない能力っていう方が重要だから,だからポジショニングを教えるとねそっから先の足元下手になったりするからそこのバランスだったり教え方むずいんですよねああ井君いいこと言うねロングボールは味方が競り勝つ必要がないってなかなかみんな気づかないそうなんだよ別に背高いやついなくてもロングボールって使うと効果的なのあるんだよね 煽りがすごかかったそうだから人形さん、いいチームだからね、悪いことは言いたくないけど、やっぱスタメンはいい人たちなんだけどね、控えの人たちがすごいひどい味してくるから、まあ、負けたくないなと思いながら。ね、でも、やっぱりね、選手たちも燃えるかもしんない。っていうか、あれね、やっぱやめた方がいいのが、普通に人間的なところでは当然そうだし、でもそこは俺、別にね、彼らの先生じゃないから教育できないんだけど、やっぱ相手チーム燃えるんだよね。あの、ペップがさ、ユナイテッド挑発したときにポグバーが燃えて、あの今までやっぱりベストのパフォーマンス出したみたいに。 ほら、こっから精神論だぞとかさ、なんかこう、こっちを揶揄するようなことを言うと、やっぱり中の選手たちが燃えるから、それによってね、加速つくんだよね。あれはそういうふうに勝ちたいチームほどマナー良くした方が、うん、いいと思うな。とか、あと、最初ね、なんかこう、なんかそう、だからその審判の人もさ、人間だから、俺らは、例えばスローイの時にこう、前出ちゃったりして、ポイント戻ってくださいって時に、うちの選手が、いや、これでもみたいに言った時に、俺らが悪いりながら戻れっつって。<laughs> 環境に適応しろって言って、そう前半もそのジャッジされてるんだから、そこがきあの基準だろうって言って、でそれで選手に、まあ、自分に矢印を向けさせたの、でも、あのー、向こうは、そう心配の矢印がこう多くなってくるのやっぱ興奮して。ってなると、やっぱ心配の人も人間だろうから、そこでこうちょっと、忖度ではないけど、やっぱりそういうところにも影響出た可能性はあるから、ね、まあ、別にあの判定に恵まれたとかは全くないんだけど、オ坂学園内でね、フルで見れるから、分析目的で映像を見てもらえばね、いけるんだけど。 そう、マナー良かったら削りにくくなるし、うん。そうだから、初戦のチームもそうだし、この間も、だから、でもね、スタメンの子たちはちゃんと挨拶してくれたりとか、うん、そういうのあるから、全部が悪いって言うよね。だから、語をでかくはできないけど、何人かの選手がそういうので、うちの選手を燃えさせるから、うちもそうだし、俺もそうだし。あれは、普通にもったいないと思う。だし、あの去年ね、俺らが4位か5位で、で、林業さんの方が上位だった、最後の順位で。で、 あの他のチームが上がったんだけど、そのチーム今、3部で1位なのよ。俺らと同じブロックだったチームが。で、そこよりも全然強い可能性がある、昨のの林業さんとかだと。だから、林業の場合は上がってたら、去年3部上がってて、今年その3部から2部に上がってるぐらいのチームだったから、普通に俺らが戦う練習試合の3部よりは当然強いしね。そうだから、そういうね、いいチームだから、だからねよく現地ファンの声って、いやいや、でかすぎんだろ、主合みたいなあんじゃん。 いうので、相手チームが全部悪いっていうわけじゃないですか？ただ、そういう人は何人かいて、別に僕も一人一人顔を確認した。あ、いつだなとかやってないですけど、やっぱりそういうので燃えるっていうのはありますよね。そう。戦術の構成って選手の能力と使える時間と自分たちがサッカーをやる。ピッチの状況そういうのを全部総合して戦術容量っていうのを決めるのよ。このぐらいまでなら。 やらせらられるやらせたほうが戦力に対して掛け算できるとこの戦術要領が少なすぎても掛け算の数が少なくなるし多すぎるとバーストして元の能力値よりデバフかけちゃうだからこの戦術要領どこまでやらせられるかっていうのを設定しなきゃいけないこの要領を決めるのは選手の能力使える時間ピッチの環境複数の役割を持たせると首振りとかも必要になってくるのでプレスの圧力弱めもありますからそうそうそううちだとね一人一人の判断項目少なくしてその分強度出してるから だからあんハハいいサッまあ選手が走ってくれるからですけどね本当に戦術的な声かけっていうのはこっち側がちゃんとデザインしてると少なくて済みますからあとは選手が普段から会社とか学校で疲れた日でもちゃんとトレーニングできるかとか今日はさすがにしんどいって日でも寝る前に体幹トレーニング1個できるかどうかとかそこの方が重要だから 勝つもう本当に成長のきっかけもそうだし、シュワーバー勝つとき、勝つきっかけは俺が与えられるし、勝ち方っていうのは教えられるけど、勝ってるのは選手たちだから、今週も暑いけど、よく走ってくれたよね。今週、あと、それこそ、ね、サポーターの人もあんだけ応援してくれるからね、本当だったらここも休んでいいかなってところも、もう頑張れって言われると戻ろうってなるからね、それこそさっき来てたケイとか、ウイングで前行った後に、センターバックの前まで戻ってっていう守備してたから。 これも役割明確にしてると今どこ戻ればいいんだろうっていうのが分かんないって状況ないからそれによって1秒早く戻れるから疲れてても1秒早く走り出せたら戻れる距離が違うから失点率が全然変わるみたいなあとはそれをねこんなやつのもとでサッカーやりたくねえよって思われないように僕が常に振る舞っておけるか暑さで先日帰らないですねあのなんでかっていうと僕らよりも相手の方が走れないですよ なんで、あの、給水何度以上だと取らなきゃいけないってあるんですけど、給水が何度以下だと、給水を取るかどうか決めるんですよ。で、相手チームはみんな取りたいって言うんですよ。でも僕らのチームが取りたいって言わなかったら、給水取れないですよ。その何度以下だと。だからうちは取らないって言います。で、相手が、うわって顔してます。<laughs> マジでっていう。で、最初の15分、20分は相手が元気だけど、そこからは、もううちのプレスでもい一生懸命パス回すけど、食われて勝つみたいな。 だここから相手の方が走れるとかになっ,たらはなったらそういうのもあるかもしれないけどあとは90分のサッカーになったりとかねそうだこの時期だと20何度以上とかなるじゃんってなると給水必要だから僕らも取りますよ当然それはただ給水がいらない気温っていうふうに判断されると審判から聞かれるんですよ「シュワ坊さん取りますか?」って言ってええと取らなくていいんですよねっていう話じゃんじゃあ取りませんってなる 結果、相手最後はバテバテ、俺らが後半バンバン点取るみたいな。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー排出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。